新年明けましておめでとうございます。上田セリナです。私が鼻で得したことは、よくハーフ顔と言われます。そういうところがいいところなのかなと思います。よかったらあのアメーバブログもやってるので、ぜひ見てください。待ってます、全員。